どうも、柴田です、えー。今日はマックス村井さんについてお話ししようと思うんだけども、えー、彼、僕のことを訴えてきそうなほど嫌ってるようなんで、えー、あくまでもソフトに、えー、こう実際に起きていることを、えー、ソフトにお話し、えー、したいと思います。なんであんまりがっつりディスるとかないです。あのー、マックス村井さんが自身のチャンネルでアップしている たまにアップしている動画、モンストニュース。えー、これが終わるみたいですね、えー。モンストニュースっていうのは、モンスターストライクの公式、えー、のコンテンツで、えー、こ,れこれからは、モンスターストライクの公式 YouTube チャンネルで、えー、モンストニュースを引き継ぐっていうことで、マックス村井さんのチャンネルでは今後アップすることはなくなるそうで、えーまあ、お役ごめんになったっていう、えー、そういう感じらしいです。実際に、マックス村井さんがなぜ、モンストニュースを 外れるのか、やめるのかっていう理由は語られてないんですけども、まあそれは多分みんなが思ってる、えー、想像していることが原因だと思います。はい。でね、マックス村井さんの動画は今、やっぱこう見てわかる通り、再生数が3万前後。どの動画も3万前後。まあ、まあ、下手したも1万、2万ぐらいの、えー、再生数で、そんな中、モンストニュースだけ30万再生、40万再生ってある、 もういやもう、最後のりで、マックス村井さんのチャンネルで唯一数字が取れるコンテンツであったモンストニュースが、まあ、今回なくなるっていうことで、まあ、えー、実質的な死刑宣告なのかなと思います。うーん。でね、 このマックス村井さんは、えっ、ー、と、から、マックス村井さんがこのモンストニュースがなくなって、まあもうほぼほぼかなり厳しい、えー、状態になると思うんだけども、これにね、学ぶ、あの、YouTuber の処生術というか、YouTuber として何をやっちゃいけないかっていうのは、俺考えたんだよ。ねこれはもう一重に、視聴者が興味ないコンテンツを、 連発してあげること。これすなわち、コンテンツとしてのね、えー、配信者、YouTuber、コンテンツとしての寿命を削るだけなんじゃないかと思って。で、あのー、マックス村井さんのチャンネル見てもらうとさ、まあ、こう、わかる通り、もう、多くの視聴者が興味がなさそうなことばっかりアップしてない。まあ、あ最近はやったけど、タイアップ動画とか、あとは、えー、よくわかんない新入社員との、 えっと、なれ合いの動画とか。あとは、これも子供たちが興味ないであろう温泉の紹介とか。あと、まあ最近で言うんだったら、麻雀ゲーム。今日日さ、えー、子供たち、麻雀やらないでしょ。昔と違って、今の子供たち、麻雀なんかやんないよ。でそんなね、あの、視聴者が興味ないコンテンツばっかり連発してあげてると、やはりこのや、こう、ああ、なんか、このチャンネルはもう俺が、 ね、見たいものが上がってないんだなと思って、チャンネルも開かなくなるし、動画も再生しなくなると。だから、視聴者が興味ないものをアップするっていうことは、もう、まあ、こう、自分をね、オアコン化を進めさせる、あのー、原因になると思うのよね。で、ラファエルくん、ラファエルくんなんかも、もう今も、タイアップ動画やりすぎ。えー、まあ、ラファエルくんは自分の動画でね、もうタイアップ動画、提供動画以外、もうやりたくない、興味ないって言ってるけども、 あの、今、ラファエル君は、タイアップ動画やりすぎて、再生数が全然ついてきてこない。うん。だから、その、一発でね、タイアップ動画って一発で入るお金はすごい大きい。チャンネル登録しか50万だったら、50万円ぐらい入ってくるし、すごい大きいんだけれども、あの、やっぱ、タイアップ動画って視聴者興味ないから、基本。ね。クソつまんないゲームの紹介とか、見たくないじゃん。ということで、 えー、まあ m e、ねうんまあ、メグイン t v なんかもねメグイン t v なんかも誰も視聴者興味ないアメリカ留学でさあれを聞くでお学になったしだからねマックス村井さんも視聴者が興味ない動画ばっかり上げるんじゃなくて本当に視聴者が求めてる見たいものは何かっていうのをもう一度考え直して えー、動画作りをしないとね、本当にこのまま消えてなくなってしまうんじゃないかなぁと、思います。はい。そして、この柴田もですよ、人に言うだけじゃなくて、俺もそう俺もそうみんな、俺のちんちんがどうだとかは、興味なかったんですね。というか、興味ないですよねはい、ということで、YouTuber 当たるのね、視聴者が、 視聴者が興味ない動画はアップすべきではないはい。好きなことで生きていくって、まあ言いますけれども、ね、視聴者が興味あるものを提供しないと YouTuber としてすぐ終わっちゃうから。はい、そんな感じで柴田がマックス村井さんのモンストニュース脱退について思うことでした。では。